フリードリヒ・フランツ4世は、メクレンブルク・シュベリーン大公国の大公、及びメクレンブルク・シュトレーリッツ大公国の接生。1882年4月9日、フリードリヒ・フランツ3世とその日であったロシア大公、ミハイルの娘、アナスタシアの長男として、パレルモで生まれた。1897年に、父、フリードリヒ・フランツ3世が死去したことを受けて、大公位につくが、 幼少のため1901年までおじのヨハン・アルブレヒトが摂政を務めた。1918年にはメクレンブルク・シュトレーリッツ大公アドルフ・フリードリヒ6世が自殺したため摂政に指名された。同年ドイツ革命が勃発すると11月14日に大尉を宣言しデンマークへ移住した。その後、1945年11月17日にフレンスブルクで死去した。 フリードリヒ・フランツ4世の退位宣言書。フリードリヒ・フランツ4世は1904年に、元派のオファー王大使、エルンスト・アウグストの娘アレクサンドラと結婚した。彼女との間には、以下の二男三女を設けた。長男のフリードリヒ・フランツは、子供がおらず、次男クリスティアン・ルートビヒには、娘しかいなかったため、メクレンブルク・シュベリーン対抗家の男系は2001年に、断絶した。 ありがとうございます。